はい、本日も始まりました V ジャンプチャンネル。本日はですね、ジャンプビクトリーカーニバル東京大会の会場であります幕張メッセに来ております。私が誰だということですけども、リポーターの伊藤です。よろしくお願いします。いつも出てるあの出たがりセブンのみんなをはじめとした編集部の人たちがいっぱいいるので、そちらにも突撃インタビューを仕掛けていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。ご覧の皆さん、キングイオクです。イエーイ。キングのね、この格好、今日実はこうやって見てもらうの初めてなんで、雑誌ではねこう着てましたけど、どうすか。すごいですね。キングの名に恥じないこの格好でやらせていただいてます。はい、まだ始まったばっかりなんだけれども、すごいみんないろいろ早い時間から来てもらってね、大変盛り上がってるので、今日一日これからまだまだ盛り上げていきたいなと思います。 V ジャンプ編集部の鈴木だー、 VV。 いやー、今年はねすごいですよ。もうこのねスタンプがね、もうねみんなに大流行でね、これカレー王子なんですけれど もこれ集めるので、みんなね必死でね、もうねすごい楽しんでもらってるんじゃないかなと思います。どうも、最強ジャンプの宣伝隊長、最弱でーす。いや、もうねこのねスタンプ、これが超好評で、もう今右腕が今折れました。もう YouTube を見てるみんな、来年は会場で会おうぜ。ありがとうございます。V ジャンプ編集部2のテラシでございます。本当に子供連れじゃないですね、はいはいはい、子供が多くてですね子供が多くてですね子供連れってなんだって話です。はい、もう本当に盛り上がってますんで、皆さんありがとうございます。はい、 V ジャンプ編集部の相川です。そして私がマスター赤馬である。なんで肩組んでんのかっていうのは分からない。仲良し、はい、まずはですね、 V ジャンプ9月特大号発売中なんで、ぜひ買ってほしいなっていうのと、イベントもねまだまだ盛り上がっていくので、よろしくお願いします。まあね、発売中の V ジャンプにはフロッカード、 DDD ドとシーザーもついてるので、ぜひゲットして DD デッキ組んでくれ。V ジャンプの副編集長の金マールです。すごい似てるでしょ。今年やっぱジャンプと一緒にやって、お子さんがたくさん増えたかなっていうのが、であっちの方にあの子供向け のアトラクションも用意したんですけど、そこもあのすごい盛況なんで、まあ良かったかなと思ってます。はい、どうも、 V ジャンプのエリ店主、ビクトリー内田です。どうも。いや、すごいです。メガネがめちゃめちゃ曇ってるぐらい完全に曇ってます。メガネが曇るぐらい盛り上がってるんで、ぜひねこの熱気をみんなに伝わってほしいなって。とシャーキングの射程をやってますコブンザメスグルです。シャー、俺がコブンザメスグルっす。みんな覚えろよ、もっとスタンプもらいに来いよ。シャーシャー。週刊少年ジャンプ&最強ジャンプ副編集長の中野です。そして彼が最強ジャンプの公式マスコットキャラ、あの小田栄一郎先生デザインのファラオンです。ファラオンです。炎のライオン。ジャンプ、最強ジャンプ、 V ジャンプ、少年ジャンプ面白くしていきますので、よろしくお願いします。はい、どうも、斉藤 V です。はい、大会の方はちょっと残念でしたけど、いかがでしたか。いや、もうこういうテンションですね。あのステージ上ではから元気でしたけど、まあ、ボロ負けだったんで確かにチャンピオンが強すぎるなっていう気はしました。まあ、まだ始まったばっかりですけど、 V ジャンプチャンネルこれからいろいろ頑張っていきますので、まあ、このイベントの模様みたいなものとか、ゲームの紹介だったりプレイ動画もやっていきますので、チャンネル登録お願いします。イエーイ、村子の先生です。とあとこの先生です。いや、もう暑いっすね。この衣装が暑いっす。もう汗だくですね。皆さんの熱気で汗だくです。暗殺教室のアニメ化と映画が決まりまして、もうこの先生めっちゃ喜んでるんで、皆さんも応援してあげてください。よろしくお願いします。配給担当編集の本田清子です。
いや本当にみんな盛り上がってて、もうみんなの熱を私も応援したいぐらいです。配給漫画もアニメも絶好調、これからますます面白くなりますので、これからも配給たくさん見てくださいね。週刊少年ジャンプの平石です。編集長やっております。ジャンプビクトリーカーニバル、ジャンプの、総力を上げて皆さんを楽しませるイベントですので、ぜひぜひ来年も来てください。ありがとうございます。はい、それではジャンプビクトリーカーニバル東京大会無事終了しました。では最後に、キング意欲編集長に締めていただきましょう。はい、V ジャンプチャンネルをご覧の皆様、今日は楽しんでいただけましたでしょうか。それでは最後のいつもの締めをみんな編集部みんなでやりたいと思います。はい、行くぞ、せーの、 V ジャンプ出たがりセブンということで、またお会いしましょう。また来週。